慶応義塾大学商学部小野明憲教授は、広告論、流通論、意思決定論、消費者行動論などに分化したマーケティング学論を同時に考慮し、経済学や社会学、心理学などの関連諸科学をも視野に入れながらマーケティング研究を行っています。私の研究テーマはいろいろあるんですけれども、マスカスタマイゼーション、というものに、10年来、取り組んでいます。マスカスタマイゼーションというのは何かというと、マスプロダクションのマス、要するに大量という言葉を取っていますが、でカスタマイゼーションというのは、受注供給ですね、大量に受注供給をすると、そういうふうな意味合いです。マスプロダクションの世界、大量生産の世界では、大量にベルトコンベアに乗せて、生産をするわけですので、とても安く出来上がる。でだけれども、画一的な製品になりがちですよ。それを、ベルトコンベアに流れてくる、一つ一つの、製品を消費者のニーズに合わせていろんな違う部品を組み替えることによって、一つ一つが違う製品、個性的な製品になっていく、お客さんのニーズに合わせて、生産されていく製品を一人一人ニーズの違う、お客さんに合わせて、供給していく、それがマスカスタマイゼーションです。しかし、あらゆる企業が自社製品にマスカスタマイゼーションを導入することは、消費者にメリットばかりでなくデメリットももたらします。なぜなら、少ない製品の中からの選択は簡単ですが、無限の種類の製品の中から選ぶことは煩わしく、消費者に混乱を生じさせるからです。これをマスコンフュージョンと言います。私はそこに着目して、企業に企業が、消費者にカスタマイゼーションシステムを提供するときには、消費者の、ニーズに合った製品を、提供しますよ、何でも言ってくださいっていう、そういうふうなシステムではいけない、そういうふうなところに問題意識を抱いています。具体的に言うと、全ての、企業が全ての企業が消費者に対して何でも注文してくださいっていうふうな言い方をすると、どの企業も自分のブランドのアイデンティティを捨てることになってしまいますけれども、それではうまくいかないですよということです。ブランドのアイデンティティも守りながら顧客のニーズに合致させる、その意味合いでマスカスタマイゼーションにはジレンマがある。そのジレンマを解くためには、カスタマイゼーションシステムを何らかの形で制約してやって、制約下の中でカスタマイゼーションシステムを作り上げていく、どういうふうなシステムを作っていった方がいいか、そこの部分に挑戦があるというふうに言えます。このマスカスタマイゼーションという研究分野が世界的に注目される以前から、日本人は顧客に対して細やかに配慮した製品やサービスを提供することに心を砕いてきました。それだけに、日本のマスカスタマイゼーション研究は実務との相乗効果によって今後さらなる発展を遂げるものと期待されています。マスカスタマイゼーションというのは、売り手が、買い手の注文を聞いて、それで、製品を供給すると、そういうようなシステムですけれども、それでは、イノベーティブな製品というものが生み出されません。企業は買い手の潜在的なニーズを探り、探ったニーズを掘り起こしたニーズを、に基づいて新たな製品を作るという、そういうふうな、使命があります。それを、多様な、ニーズを探って個々の消費者に提案する、まさにコークリエーション、売り手と買い手が、製品を競争する、共同して製品を開発する、そういうふうな概念にまで、昇華させないといけません。そういう意味で、カスタマイゼーションを、コークリエーションしていくということが、重要だし、それに関する、諸現象に、ついての研究を進めていきたいというふうに考えています。